ジャスキサバリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、これも名盤なんですが、テナーバトルのレコードをお届けします。今日お届けするレコードはこちらです。はい、ここにテナーコンクレーブってあります。ですね、ここにそのテナーマンが4人写ってます。ジョン・コルトレインがハンク・モブレイ、ズート・シムス・アルコンという、ちょうど黒人2人、白人2人ですよね。はい、こちらはまあクール派と言われる、まあ、ウディ・ハーマンのところにいたものですから、そういったどちらかというとクールな、演奏する人ですね。音色とか奏法がですね、まあこちらはご存知の2人ですね。はい、それでですね、この4人が、次々と交代して演奏していくんですね。非常にこれはですね、何て言いますか、面白いというか勉強になるというかですね、ジャズが好きな人にとってやはりパッと例えばジャズ喫茶行ってとかですね、そういったところで、あ、これは誰々のテナーだなとかですね、アルトだなとかピアノだなとか、分かれば楽しいですよね。非常に、面白いですよね。それで、それを味わうにはですね、これは非常にいいレコードなんですね。もう、やはり、癖が出てるんですね。それぞれ4人の。とか、音色。口から、当然、出るものですから、接触してるので、まあ、ピアノもタッチでいろいろあると思います。だから、ボーカルでしたらもう、肉声だと、わかりますよね。あ、この人だなということが一番わかりやすいのはボーカルだと思うんですけども、なかなか楽器になるとなかなか、インストルメンタルだけを、普段、味わうということはなかなかないですけれども、それがわかると非常に面白い。まあサックスといえどもですね、トランペットもそうです。先ほど言いましたけども、口から出てるので、例えばくしゃみをしますね、くしゃみ、例えばご家族の中でくしゃみをした場合ですね、あ、これは、ね、誰かがくしゃみしたかな、したなとかですね、会社にいても、ね、あ、このくしゃみはあいつだなとかですね、あの人だなとか、わかりますよね。そういうふうにわかるとですね、こういうのも楽しいかなと普段から私思うわけです。それで私自身も勉強の一つとなりますけれども、はい、すいません、脱線しました。それでですね、私の好みから言うとですね、やはりですね、まあ、モブレがいいんですよね。それでもうコロナ禍で一番癖が出てるのはですね、コルトレーンなんです。なんか、コルトレーンファンには怒られてしまいますけども、もう非常に癖が出てるというか、伸ばすところとかですね、あとちょっとまあなんていうんですかね、ツンツンした甲高く聞こえたりとかですね、もうはっきりこのレコードで分かります。彼自身そういったところが嫌だったんじゃないか、私勘ぐっちゃいます。それで、まあ、フリーの方へ走っていっちゃうと、これはすいません、すいません、ファンの人にはすいません。それでずっとシムズがまたいいです。艶やかで、いいんですね。これが非常に艶があるサックスですね。でこの中で一番もうちょっとまあ太い
トーンで、まあ豪快さも秘めながらクールさも持ち合わせたような感じがある音とかですね、それぞれ特徴があります。今からおかけしますので聞き分けてください。すみません、長くなりました。それで今日お届けするのは A 面2曲 B 面2曲でそれぞれ長尺なんですね。それで一番短いのにしました。B 面の How Deep is Ocean になると15分になるものですから、今日はですね、スタンダードで有名な、モブレーの2曲作った曲が2曲入ってて、スタンダードは Just You, Just Me と Fuck It, How Deep is the Ocean なんですね。それで一番短い Just You, Just Me をおかけしますけど、ぜひこれは皆さんお持ちください、これで勉強してください。はいはい、ではお届けします。ジャズはいいよ。
Thank you.